ミハイル・アナトリエビチア・ブイゾフは、ロシアの実業家、政治家。2008年ロシア連邦大統領補佐官を経て、2012年5月21日から、ロシア連邦大臣、ベラルーシ人。1972年6月3日、白ロ,ロシア共和国の首都ミンスクに生まれる。14歳の時、印刷工として働き始め、醸造工場、ベラルーシを経て、 ベラルーシー大学生建設チームなどで勤務し、チュメニ州を旅行した。後に彼は、人生最初の莫大な金を得たと回想している。1989年モスクワ大学工学、数学部に入学する。2年後に中退した。2000年、ミハイル賞オロホ不明賞モスクワオープン教育大学を卒業した。1993年から、燃料。 エネルギー関連企業数社の重役を務める。1998年のボシビルスクエネルゴ社、取締役会復議長に就任した。同年、アブイゾフは、統一エネルギーシステム取締役、投資政策、事業計画部長に就任した。1999年統一エネルギーシステム、取締役会復議長。2004年の組織改編で、 運営委員権常務に任命された。2003年、統一エネルギーシステム地方部門取締役会議長。2005年7月、英国クズバススラゼルゴル代表取締役。2006年4月、英国の石炭会社パワー、フエル社の代表取締役社長。2007年7月、イオン,ングループ取締役会議長となり、同じ年に、 モスト・オトレスト社社長にも就任した。2012年1月18日の大統領令81号により、ドミートリー・メドベージェフ大統領の顧問に任命された。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣に、ロシア連邦大臣として入閣した。私生活では、夫人との間に西がいる。ゼーゼーゼー、ゼー。2012、22、ゼー。フォーブス。 RU,2012 年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月7日閲覧。abs.www.mazeta.ru,00,00,00,00 ゼゼ。2012年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月21日閲覧。ありがとうございます。